どうも、しげしげです。本日はバージョン 20.0 アップデート情報が公式ホームページに上がりましたので、こちら見ていきたいと思います。メンテナンス自体は5月30日月曜日の8時から20時に行われるようです。12時間とちょっと長いんですけども、まあ、スタミナ調整だったりね、この時間までにしておきましょう。で、内容なんですけれども、主にでかいところとして新しい覚醒スキルが追加されますと。まあ、これがね、タイプ付与だったりのところかなと思うんですけども、ドラゴンタイプ追加だったりの武器が登場しますように伴った、覚醒の追加ですね。あとはこのね、副属性変更、火とかね、水とかね、まあ、これでまただいぶパズドラの戦略的なところが広がるかなと思うので、まあ、一番こうね話題になってるところでいくと悪魔タイプを付与してラフィーネパのサブに突っ込むとかね、いろいろありますんで、まあできるだけねいろいろと使っていけたらと思います。で、一部の覚醒スキルの効果が調整されますということで、 50% 以上強化、 50% 以下強化、 L 字消し攻撃で告知なかったと思うんですけど、超追加攻撃もパワーアップです。まず 50% 以上強化ですが、攻撃力アップの倍率を調整、 1.5 倍から 1.7 倍にで、HP50% 以下強化、2倍から 2.2 倍に。個人的には 50% 以下強化もうすでに結構強かったので、まあここまたさらに伸びるかっていう感じのリアクションではあります。で、L 字消し攻撃。これも 1.5 倍から 1.7 倍にということで攻撃力アップされます。まあこれによって、まあ直近のキャラクターでいくと、超転生アンドロメダとかね、あれが、まあ超コンボ強化も超覚醒に追加されたりもしていて、水は L 字で、だいぶ火力出せるようにまたなるんじゃないかなという感じです。で、超追加攻撃に関してはこれまでね、回復ドロップ 3×3 で消すと、正方形で消すと攻撃力アップして999,999の追い打ちだったんですけど、なんとまた桁が上がります。999,000ダメージの追い打ちということで、まあ超追加攻撃へのまあ追い打ちですよね。そこに使えることも増えるんじゃないかなと思うんですけど、いかんせんこのねパズルリソース的なところ、回復の供給となかなか難しいところはあるんですけど、まあ、999,000も出せるようになったんなら多少こう戦略的に使うことも視野に入ってくるかなという感じがあります。で、新しい潜在覚醒スキルが追加されますとのことで、雲操作負荷回復ですね。これが追加攻撃の覚醒を持っているモンスターのみ、使えるというところなんですけど、回復縦1列消すと5ターン回復することができます。ただこれね、まあ、発表段階でも言われてたんですけど、操作負荷の場合だとこう横で食らうと、そのね操作負荷のところに回復ドロップ1個ないとそもそも追加攻撃組めないよねっていうところもあったりするので、まあ、基本的には覚醒スキルで、耐性を積んであげるっていう対策であるのは間違いないと思います。まあ、一応ね、ダメージの上限値が 1.5 倍になるっていう、超限界突破済みのモンスターのやつね、それが一応ありますんで、まあ、それ込みでハマるかどうかってところじゃないですかね。はい。で、続きまして、メールの一括受け取りでモンスターも一括で受け取れるようになりますとのことですが、ここね、ちょっと気になってたところではあったんですけども、ついに受け取れるということで、だいぶね、パズドラレーダーとか、パズバとか、報酬とかね、受け取りやすくなりますね。あと、王冠報酬とかね、あれ結構めんどくさかったりもしたんですけど、それが一括で受け取れるようになります。で、3Y の他のプレイヤーを退出させる機能が追加されますということで、バツ印を押すとなんと退出させることができます。まあ、迷惑なプレイヤーがね、ちょいちょい発生することがあったんですけれども、こいつやべえなと思ったらすぐ退出させるっていうことができるようになりました。これまでだと部屋を建て直さなきゃいけなかったりね、まあその出てくのを待ったりしなきゃいけなかったんですけども、そこの対処が楽になったのかなという感じです。基本的にね、迷惑行為はやめましょう。
で、その他として、この間の公式放送の中でも紹介があったんですけど、星7以上のモンスター入手時の卵演出が新しくなりますということで、一応ね、この演出に関しては若干こう長いものだったので、スキップもできるそうなんですけれども、まあなかなかそのガチャに演出が追加されるっていうのは結構パズドラの歴史的には珍しいことなので、まあこの調子でね、金卵だと思いきやダイヤでした演出とかね、なんかそれで確定演出的なところが増えていくと、まあガチャもどんどん楽しくなっていくのかなと思ったりしておりますが、はい、それは置いといて、他に、達成報酬の8作の項目に称号先進が獲得できる達成報酬を追加しますとのことです。今 2000EP 貯めると、1000O が獲得できたかなと思うんですけど、まあ、これが何ポイントになるかは分かんないですけども、まあ、引き続き、8作、まあ、毎月2000ポイントは貯めていければ、まあ、そのうち獲得できるんじゃないでしょうか。他には一部の敵モンスターの攻撃内容の調整だったり、スキルの不具合の修正だったり、もろもろ細かいところのブラッシュアップも行われるようです。ということで、まあ本当に大きなところでいくと、この新覚醒スキルの登場ですよね。これによって環境がどう変わっていくのか、個人的にはすごい楽しみです。パズドラもついにバージョン 20.0 ということで引き続き楽しんでいきましょう。本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。